ではこのブロックが超緯度、緯度になると、うん、今度は無意識のところですね、まあ、無意識なので、はい、皆さん無意識の定義って知ってますか？そこですか。無意識はね、無意識はね定義できないんですよ、はい、なぜなら無意識だから。無意識だからもう登ってきた瞬間に意識なんですよ、うんうん、そこでもう考えられないレベルのところにあるものですよね、はい、うん、なので、まあ、昨日のユングのところでもお話ししたんですけども、うん、もう否定の時とかに、うん、バッて出てきた、うん、もう出てきた瞬間にもう意識になっちゃうんですけど、出てきた元みたいなイメージですよ、はい、その辺の人たちが超緯度、緯度の人たちですと、うん、でここの超緯度の人たちは SE への憧れだと、うん、超自我に SE を持つこの4タイプは、あ、超自我というのは先ほどの弱い人たちですね、うんうん、は、不信感をあらわにしていたのに対し、うんうん、暗示される機能、動員する機能のタイプはSE への憧れを抱いていますというところで、うん、暗示される SE は IEI と ILI ですと。なので直感の人たちですね、うん、このとりわけ強い憧れが強いのは暗示される SE を持つ IEI と ILI ですと、うん、彼らの SE は惰性、怠惰の惰の惰性によって特徴付けられますと、はい、自分でやり方を決めるときには比較的外界と関わりが少ない方の策を選ぶかもしれません。そして外界と関わるときには自分の活動は空っぽで果たされないまま終わると感じることがよくあります、うん、この人たちにとって人生とは刺激的な日々なのです。しかしこの人たちは本当の刺激とは自然発生的なものであり、退屈、怠惰、無感動の中で刺激が発生するのを待つしかないと考えています、うん、興味を開拓することはあまり上手ではないので、新しいことをする代わりに過去の経験を再現し続けようとするかもしれませんと、うん、このサイクルを壊すためには自発性と行動力を触発するような外部の刺激が必要となりますと。このような自発性を人生に導入すれば、退屈と無意味さは新しいことを経験して自分の考えから逃れられるような活動の普遍的な状態として感じられるようになりますと。先ほどの ILI と EII と似て、力を加えて人や自分を動かすことはしない。しかしこの IEI と ILI はこうした惰性で生きる毎日には、さっきは恐怖だったかもしれないけど、この人たちは虚無感を覚えています。そのため SLE、SEE みたいなこのリーダーの人たちのように動き回ってみたいと感じていると。また3、4っていうのは規範の機能の人たちとは異なって、ぐいぐい押されることは動く喜びを感じますと。彼らは加えてとても優柔不断ですと、うん、特に自分の未来が変わることについて重要な決断をする能力に欠けているのかもしれません、うん、後半広い後半で長期的な見方ができるので、自分の人生の外側で成し遂げたいことについては分かるのですが、それを達成するために短期的な計画を立てて実行に移すことは非常に困難だと気づきますと、うん、行動できるようにするためにはしっかりと地に足がついていて、うん、その状況で何がなされるべきかという像をクリアに描ける人から目に見える明確な刺激をもらう必要がありますと、うん、また IEE と ILI は自分がどの方向へ動き出せばいいのか分からず優柔不断になりますと、うん、この場合にもどこに向かえばいいのか分かっている SLE、うん、SEE のように人にその人たちに動かしてもらいたいと思っていますと、うんうん、でね、ちょっと今、はい、これ読みながら感覚が分かったのが、うん、感覚は情報を受けてそれをどう動くかに使う人たち、うん、読んだ、はいはいはい、読んだままですけど、はいはい、それが今さっき、うん、コーヒーが出た時に、はい、体調はどうすればいいんだろうって動作に向いたじゃないですか、うんうんうん、はい、で僕は美味しいといいなとか、うんうんうん、まずかったら嫌だなっていうのは、うん、これ直感だなと思ったんですよ。その動きに連動していない、どう感じるかに向いていて、うんうんうん、体調はなんかそのどうそれを表すかに向いていたので、うん、S なのかなって今これを読んだ時に思ったりしましたけど、まあ、外の情報を重視してるみたいな話ですよね。
その状況、あコーヒー出てきた、で例えば産地はどこだろうとかって状況には何も関係ないじゃないですか、はい、あその産地を話して話題を盛り上げようとかであれば S っぽいですけど、これどこの産地なんだろうな、美味しいといいなとかだと S っぽくはないのかな。これ読み続けてると、はい、あ全てこの取り入れたことが行動に結びつくんだって、うんうん、まあ、また行動の定義も難しいですけどね、うんうんうん、だって考えることも行動じゃないですか。まあそうです、アクションって言えばいいのかな、行動じゃなくて、行動ってアクションかはい行動ってアクション、体を動かすこと、こう、まあ、実際の行動、思考ではない、あでもどうなんですかね、ちょっとまた読み進めていきましょうか、はいはい、では超井戸ブロックのところの6番目、うん、動員する SE は、うん、EIE と LIE ですと、うん、この2つの SE への憧れがあると、うん、自分の目標を達成することは、自分の目標を達成することには自信を感じるのですが、うん、どっちの道を選べばいいのかで躊躇しがちですと、うん、こういった場合最後は自分で選べるように他者の支えを感じる必要があると、うん、競争や大変な努力をしたり、うん、人と一緒に障害を乗り越えるといったような、うん、自分の意思や人間のパワーが成長していく様子を見たりするのが好きだと、うん、しかしこれらの努力のためには、うん、心からの喜びとやる気を人から与えてもらわなければなりませんと、うん、さっきの IEI、ILI と異なるのが、うん、この IEI と ILI はぐいぐい動かされないと動けないのに対し、うん、EIE と LIE は最終的には自分の力で動きたいと考えており、うんうん、あくまでサポートとして背中を押してもらいたがっていますと、うんうん、まあ、自信がないってことですよね、行動することに、まあ、ここの人たちは、うん、そうです、強弱で言うと弱い方です、うん、がまあ大事だと思っている、うん、はい、で、まあ、その暗示される機能の人よりはちょっとは自信が使えるから、はい、まあ、ちょっと背中を押してもらえるよね、はい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 、で暗示される機能の人はもうぐいぐい引っ張ってもらいたい、はいはい、あゆきさんごきげんよう、ごきげんよう、 ILI だと、うん、説明内容は耳が痛かった気がすると、うん、未来とか理想ばっかり考えて行動がないがしろな性格に図星を刺された感じが、うん、あ何あってそっか、うんうん、そうね、うん、理想ね、理想、僕がいつもこの、うん、ここでやってる中二病って、うんうんうん、理想を追い求めてるからじゃないですか、はいはい、この西野さんみたいな格好してるのも、はい、西野さんみたいな格好をしてるけど、うん、俺は西野さんじゃないみたいな、うん、理想ばっかり見てるっていう、はい、このアクションが伴ってない感、現実を見てない感、うん、まあ、現実的に何をするか、まあ、要は理想を叶えるための現実があるわけじゃないですか、あこうやってやられるとね、 S っぽいんですかね僕が、うん、はい、で僕も一緒には活動してるわけじゃないですか、はい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 、活動はしてるんですよ、はい、正しいかどうかは分かんないですけど、そこの意識が弱いみたいな、苦手みたいな感じですかね、何か正解かが分かりづらいみたいなイメージですよね、はい、正解分かります、で、はい、まあ、正解が分かるかどうか、事実がそれが正解かどうか置いといて、はい、この人たちは自信があるって話ですよ、まあ、上の方の人たちは、あこれが正解で、こっちにこれを目標を達成するんだったらこうするべきだみたいな自信がある人たちです、はい、あ全くない、はあ、だからそっちにこう突き進もうみたいな、あアクションに自信がある人たちね、自信があるんだと思うんですよ、それが正解かどうか分かんないし、まあ、自信があって進めば正解かどうかも分かりやすいみたいなところあるかもしれないですけどね、でも自信がないながらもやってるよって感じですもんね、うん、だからその辺の違いなんじゃないですか、自信があるからグイグイどんどんいけるみたいな、 SE じゃない僕ESFP じゃない、はい、っていう感じ、感覚面白いですね、感覚、うん、だからまあちょっと優柔不断なんですかね、感覚の方が、自信が行動に、まあ分かる、優柔不断ですよ、うん、メゾン一国の五代君ですよはい、こう実際に行動、実際にどう行動していいかがちょっと曖昧みたいな、そう、いつも体調怖いですもん、はい、何がですか、最近伸びないですねって言われると攻められてる、攻めてないですよ、攻めてないですよ、よかったです、はい、はい、ゆきさんありがとう、確かに、うん、理想ね、あのね、うん、未来って言っちゃダメですよ、
あ、ゆきさんごめんなさい、ゆきさんも未来って言ってるけどそういう意味じゃなくて、はいはい、うんうん、未来って言うとねかっこよくなるんだって、うんうんうん、あの未来を見据える人みたいな、はいはいはい、ことを書かれると、うんうん、ダメなんですって理想ばっかり求めてる人って書かれるとはい、はい、って自分を見つけやすくなりました今、うんうん、確かにね、うん、なんでも確かに未来ばっか見てる人っていうのも、うん、どっちかっていうとね、うん、まあ、今ばっかの人もあれですけど、はいはいはい、未来ばっかの人も、うんうん、ね、なんか痛い人ですもんねはい、はいはい、なるほどね、確かにね、うん、ありがとうございます、勉強になりました。ゆきちゃん嫌いにならないでねではもっと降りていきます、はい、次は、ブロックでいうと井戸の人たちは、はい、SE への侮りですと、うん、人やこの人たちは自分や人を動かすことはたやすくできる、うんうん、がそういったことに価値を感じていないっていう人たちが井戸ブロックの人たちですと、うん、ではまず無視された SE が SEI と SLI ですと、うん、この無視された SE を持つ SEI と SLI は、うん、その名の通り、うん、SE を無視しようとしますと、うん、直接リーダーシップを取ったり、うん、命令を出したりするよりは、うん、報酬を与えたり大切な人たちのニーズに応えようとしたりすることで、うん、他者を先導します、うんうん、対立や衝突を避けますが、うん、避けられない時には、うん、一時的に凶暴で強固な態度を取りますと、うん、困難を乗り越えたいとか、うん、競争に勝ちたいっていう考えはなく、うん、外から欲求されているように思われることをこなすよりは、うん、自分の内なる欲求に耳を傾け、うん、自分の身体的、情動的、心理的な健康に気をかけたがりますと、うん、人を動かすことも険しい道のりを乗り越えることも、うん、衝突することも、うん、やらなければやらないことをやることも、うん、上手にできますと、うん、しかし彼らにはもっと大事なことがありますと、うん、自分の周りで起こる喧嘩によく気づく、うん、それに抵抗したり不可避と分かれば積極的に参戦したりも簡単にできる、うん、しかしそこに自分の快適さと健康よりも優先する意味はないと思っています、うんうん、一部のスポーツのような喧嘩の代わりにそういう激しい活動にハマることはありますが、うん、そういう喧嘩自体なやり取りが好きなのではなく、うん、それによって得られる刺激的な感覚が好きだと、うん、まあ、健康のためのみたいな刺激、うん、まあ、同様力関係を容易に感じ取ることもできるし、うん、喧嘩もしようとする思えばできるが、うん、自分の快適さの方が大切ですと、うん、でもちょっと今、はい、皆さんにお聞きしたいのが、うん、岡田斗司夫の4タイプだと、はい、僕は何回やっても軍人さんになるんですね、はいはい、要は勝ちたいの人たち、うんうんうん、でここを今読むと、うん、ここの井戸、はい、無視されたこの SEI と SLI の人たちは、うんうん、SE を無視すると要は、うん、いや喧嘩しようと思えばできるよ、うん、っていうのを読んでいた時に、うん、僕はなんで勝ちたいと思ってるんだろうって、まあ、そこが意識じゃないですか。勝ちたいって思っ言ってるけど、はい、そんなに勝ちたいわけじゃないのかもしれないですね、うんうん、確かに勝つために本当に戦ってんのかっていう部分じゃないですか。なるほど、うん、そうですね、多分そこの勝ちたいはみんなが思ってる勝ちたいじゃないですかっていう、みんな勝ちたいじゃないですか、負けたくはない。あ、そうそう、まあ、はい、人生ってそういうことですよね、はいはいはい、でその辺のさらっとした部分は多分みんな持っててみたいな、はいはい、そこをなんか意識的に掴んでるかどうかみたいな、で本当に勝ちたいみたいな人はもう本当に戦ってる人とかじゃないですかね。もうそこまでのやつはやっぱりないな、はい、確かに、うん、ないし、うん、そこまでしてアクションするか、うん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 、大切か、本当に勝ちに行こうとはしないみたいな、いや何かそれは違うと、うんうんうん、ゴーストがささやくんです、はいはい、では、うん、最後ですね、証明する SE は、はい、ESE と LSE です、うん、まあ、自分のことばかりでごめんなさい、はい、ちなみにカーシー博士、うん、要は、自分の内面とかどうでもよくて、はい、うんうん、君は行動の君が君だよ、うん、出会った時は、うん、僕 ESFJ になったんですね、うんうん、そうすると
ここにいます ESE、うん、諸説ありますが、うん、この先ほどの無視された SE をより過激化したのが ESE と LSE です、うん、説得力がある堂々とした態度を取ったり頑固になったりあるいは挑戦的な態度を見せたり敵対したりということはできますが、それも短い間で本人としてもその態度をあまり深刻に捉えているわけではありません。ショーやゲームのようなものですと。 SEI、SLI 以上に人や自分を動かすことは上手ですが、同時にそれ以上にそうしたことに価値を感じていませんと。彼らにとってはあくまでショーやゲームの一つに過ぎませんと。感覚が分かった気がしました、うん、取り入れた情報をどうアクションに結びつけるかを大事で得意だと思ってる人が外交感覚、うんうんうん、まあ、そんな感じですね。だとすると、うん、僕全然違う、うんうん、外交感覚じゃない、うん、まあ、まあ情報が S ってことですよね。取り入れる情報を取り入れて、はいはい、で外交なのでそれを外でどう使うかみたいな、はい、それはないわ、うん、得意だとも思ってないし、まあ、一見意識してるからこの辺が来るみたいなところじゃないですか、うん、だとやっぱりそう、うんうん、苦手なんでしょうね、うん、自信がないんですよ、うん、けど何とかしなきゃいけない未来は未来は見てますからね、うんうん、でそれ欲しいみたいなはい、はい、